皆さんこんにちは、晴野です。今日は6月のコスメ勉強会で勉強してきたグイグイリフトっていう耳つぼに貼るこのシールについてご紹介したいと思います。でこのグイグイリフトっていうのは何かというと、耳のつぼに貼ることによって、小顔とかバスト、ウエスト、ヒップ、二の腕、足とかそれぞれのツボに貼ることによってその部分をこう引き上げてくれるっていうものです。こちらがクリアタイプ、こっちがスワロフスキーがついてるクリスタルタイプです。でこれは24金を使ってるから金属アレルギーの人も大丈夫ってことで、まあ私もちょっと金属で荒れちゃうことがあるのですごく安心して使えました。では早速貼ってみたいと思うんですけど、こんな感じで今回は顔に貼ろうと思うんですけど、こんな風にいろんなツボに貼れます。今回貼るのはこのスワロフスキーがついた貼りたいと思います。でこっちがクリアタイプですね。これは前にこのコスメ勉強会で足のツボこの辺に貼ってもらったんですけど、ほんとフラットなので耳掃除とかしても大丈夫でした。こんな感じ貼れるかな鏡がない、写真撮っとこう。こっちのこの軟骨の下に貼ってペリ、こんな感じ。オッケー、こんな感じ。勉強会で貼ってもらった次の日から4日間は連続でダンスでレッスンだったんですけど剥がれませんでした。全然平気だったし、シャワーとかも全然気づかずにガッてやっちゃったりもしたんですけど全然取れなくて大丈夫だったので、夏場でも汗かいても心配ないと思うので、ぜひぜひぜひ試してみてください。本当にすごかったこれずっと貼ってたいぐらいって思いました。写真だとあんまりわかんないかもしれないけど、なんか自分が一番体感する気がする。笑いやすくなるって感じです。ここすっきりする感じがすごいあります。はい、そんな感じです。ぜひグイグイリフトを試してみてください。前回の動画からインスタグラムとツイッターのリンクを下に載せてるので、ぜひそちらも美容系ばっかりなことじゃないですけど本当に普段の私の写真だったりつぶやきなんですけど、よければツイッターもインスタグラムもフォローしていただければ嬉しいです。初対面ですけど初対面な感じがしません。ルーです。ルーさんです。よろしくお願いします。左上がりました。すごい足もむくみが取れたんですね。つけてもらいました。はい、ここです。ありがとうございます。